はいみなさんこんにちは。シュークリマームチャンネルクリムラオサムでございます。3月22日月曜日の配信となります。ミラノサンレも盛り上がりましたね。最後、ステイベンが非常にいいタイミングで飛び出して、競合選手たちを抑えての歓喜の優勝ということで、J スポーツで放映しているイタリアのレース、非常に盛り上がっておりますが、そしていよいよこの後というか、タイミングによってはもう第一ステージ始まってしまっているかもしれませんけども、J スポーツ初登場となる スペインの1週間のステージレース、ボルター・チクリスタ・カタルーニャが開幕するということで、チクリスタチクリスタはい。<laughs> で、本日はですね、そのボルター・カタルーニャのです、ね、レースプレビューをお届けしたいなというふうに思っております。それでは早速こちら見ていきましょう。はい。先日ですね、J スポーツのシュークリマブログの方にアップいたしました、プレビューということになります。 J スポーツね、初登場なので、初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、本日3月22日月曜日から、えー、今週のね、日曜日まで、28日まで開催される7日間となっております。第100、100回記念すべき大会となります。J スポーツ初登場ということで、非常に楽しみですで。このレースですけども、スペイン北東部のカタルーニャ州をですね、舞台にしたレースです。個人的な、まあ、こうイメージですけども、 フランスのパリニース、そしてイタリアのティレーノ・アドリアティコで、えー、スペインのボルター・カタルーニャということで、まあ三大、ね、グランツール、ツール、ジローツール・ブエルターが開催されている各国で、まああのー、春先にね、開催されるクラシ、あの、ごめんなさい、一週間のステージですということで、えー、なんかね、今年のグランツールを占う上でも非常に重要な大会になってくるのかなという感じになっております。コースはこのようになっております。 カタルーニャというとですね、やはりバルセロナになりますね。最終日はバルセロナというのはね、まあ、この小さい、まあ、周回コースを使っている、ね、レースとなります。さあ、改めて見ていきましょう。UCI ワールドツアー今年の7戦目ということになります。はい。で、過去の、ね、優勝者を見るとどういうレースかが分かってくるので、今回も見ていきたいと思いますが、過去の総合トップ3です。2020年大会はですね、感染症の影響で開催結局中止となりましたので、2019年、 えー、ミヘル・アンヒル・ロペス、そして、えー、アダム・イエス、さらにベルナルという順位となっております。もう総合系というかね、グランツールの順位そのものですね。で、前の年は、バルベルデさん、キンタナ、ラトゥール。はい。で、バルベルデさんが2連勝しているということですね。コンタドール、ソレル。おお、おなじみですね。で、2016年が、キンタナ、コンタドール、ダンマーティンはい。そして、えー、リッチポート、バルベルデ、ポッツオビーボ。 この辺りになると懐かしい選手の名前も出てきました。2010年、ホアキン・ロドリゲス・コンタドール・バンガーデン。はい、で、ダン・マーティン、えー、これそしてホアキン・ロドリゲス・スカルポーニ。ね、残念ながら、他、は、界、い、してしまったスカルポーニが2013年3位でした。で、さらにアルバジェニ、エルエル・サンチェス、バンデン・ブロック。バンデン・ブロック懐かしいですね。そして2011年大会がコンタドール・スカルポーニー、ダン・マーティンと、そんな順位になっております。 えー、今年のステージ外を見ていきましょう。まずですね、ババッと全体を見ていきたいというふうに思いますが、第1ステージが中級山岳178キロ。そして第2ステージで個人 TT18.5 キロほぼ平坦。そして第3、第4が山頂フィニッシュ。標高2125メーター。すごいですね。グランツールレベル。さらに第4ステージも山頂フィニッシュが続きます。1955メーターへ駆け抜ける2日連続の山頂フィニッシュということになります。で、えー、第5ステージが中級山岳 第6ステージが給料ステージ、そして最終日が中級ということになっておりますが、まあまあ中見ていくとですね、やはりスペインですから、なんかフランスのレースと、ちょっとこう、中級とか三角って意味合いが変わってきます。で、ざっとこれらをね、7日間を言葉にすると、ピュアスプリンタースが勝てそうなステージは一つもございませんということで、で、この後ですね、このシュークリマブログでは有力選手の名前を挙げていきましたが、改めてオフィシャルホームページの方をね、ちょっと見ながら、 ご紹介していきたいなというふうに思いますが、まずはこれコース全体図ですね。はい。えっと、第1ステージが、まずはですね、第1がこの赤ですね。はい。そして第2が個人タイムトライアルで、この、ね、ほぼ平坦なんですけども、この緑のところ。そして第3ステージが、えっと、今度は、下、ま、かなり下にね、降りるんですね。え、この海辺からガーッと上がっていって、 ね、この山頂フィニッシュ。そして第4ステージも、えー、山頂フィニッシュ。ね、ここから走っていって山頂フィニッシュということになりますで。第5ステージが今度はですね、結構、あ、ここは移動ないのか。今度は南下していく形で第5ステージ。はい。そして第6ステージがさらに海辺をスタートして、こちら。で、バルセロナっていうのは最終ステージということになります。各ステージを見ていくとですね、えー、これがね、先ほどご紹介した、まあ、 7日間ね、ステージですけどだ第1ステージ。はい。おおお。いきなり、いきなりですね、これ。山岳ステージという表現、中級という表現をしているんですが、ね、えー、実際マップ見ると、こんなです。はい。もう、ね、一級山岳で1270メーターですから、もう立派な山岳ステージのような気がするんですけども。まあ、下ってフィニッシュということになります。えー、昨年はですね、こう、まあ、あの、 地域としては似てるんですけど、コース自体は変わっていって、で昨年か、昨年じゃないですね、ごめんなさい、2019年に勝ってきたのが、えっ、ー、と、第一ステージはデヘントさん。デヘントさんが逃げ切ってます。逃げ切り勝利ということで、これ2位にね、2分38秒差をつけてるね、デヘントさんの勝利でしたが、 今回も出場しますので、これ狙ってくるかどうかというところですね。そして、第2ステージは、タイムトライアル、このね、平坦基調ということになります。これ今年ですね。そして、第3ステージ、うわ、来たこのね、2125メーターに駆け上がる山頂フィニッシュということで、バルター、バルテールか、の2000というね、山頂フィニッシュですが、これあの、えっと、2019年もこのステージ使っておりまして、ここで勝ってきたのが、アダムイエーと、 というところでアダム・イエーツ、えー、そしてベルナル、さらにダン・マーティン、そしてナイロ・キンタナに、えー、ミヘル・アンヒロペス、このあたりの選手が、まあ、5名、このね、えー、長球フィニッシュ、一気に、ね、駆け上がって、勝負をしたというところですから、今ご紹介した選手たち、結構多く出ておりますので、非常に楽しみな感じです。で、よく第4ステージも山頂フィニッシュです。うわきついですね これ山3つ、1790、1720、そして百9 5 5ということですから、なんか1週間のステージですと思えない。ね、やはりパリニースとかティリアノに比べても山菓子ということですね。よく第5ステージはこのようになります。あれ第5ステージって中級でしたよね。中級でも1070メーター。そして最後ね、これ635メーター。結構な勾配ですよ。駆け上がって下ってフィニッシュということになっています。 で、第6ステージはこのようになってます。うわ。これが、これが丘陵ステージなんだ。はい。え、ヒリーなんですかね。これ、ヒリーだったかな。えっと、はい。あ、ヒリーだ。第6ステージ、これでヒリーなんですね。まあ、標高が確かに、あの縮尺が変わってますので、ここで 370m ですか高い山はないんですけども、ギザギザ。まあ、ちょっとこう、縮尺を、これ、そう、そうなんですよ。 これよくあの、スペインのね、レースの縮尺問題で、あの、高さ変えずにやっちゃうんで、よく荒州選手なんかこれ数字見ないと騙されるっていうね、話ですけどそっか、この日はスプリンター残れるかなちょっと僕も騙されました。え、スプリンターが勝てそうなステージはこの第6になります。はい。そして最終、第7ステージ、これが中級となりますが、確かに標高は低い。ただこの、お馴染みのバルセロナのね、ギザギザの周回コースと、 いうことになりますので、えー、ここはスプリンターがかなり残るのがきついんじゃないかなという感じになっております。さあ、チーム、えー、今度選手ですね。チーム、選手見ていきたいと思います。出場チームはこのようになっております。UCA ワールドツアーですの、ね、で、すべてのワールドチーム、19チーム出場します。えー、とここまでですね。えー、u c i プロチームとしては、アルケア、そしてガスプロム、ラリーサイクリングに、えー、エキッポ・ケルン、 パルマさらに地元の、ね、エースカテル、エースカティということで5つの UCI プロチームが出場するということになりますえ注目チーム見ていきましょうこれねオフィシャルホームページにしっかりと出ているので非常に分かりやすいですねまずモビスター、はい、もう来ましたバルベルデさんそしてエンリク・マスさらにカルロス・ベローナに、えー、ソレルということでうわこれもツールド・フランスのようなメンバーですねベストメンバーという感じです非常に注目ですはいであとはですね次 注目チームとしてはですね。えっ、ー、と、ごめんなさい。はい。ユンボ・ビズマも注目です。はい。ユンボ・ビズマ。これになってます。ニュージーランドチャンピオンに輝いた、えー、ジョージ・ベネット。そして契約を延長しましたセップクス。さらにクライス・バイク、ヘイシンク、ボーマン、トールク。で、えー、ツアーブ・ジャパンでもね、総合賞を飾ったことあるクリス・ハーパーということで、もう、クライマー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 。 クライマーにクライマーにクライマー。まあ、全部クライマーということで <laughs>、すごい布人ですね。スプリンターを連れてきてないという形になっております。さあ、続いてのチームは、ドゥクーニンクです。はい。ドゥクーニンクのメンバーはこのようになっております。を総合系のアルメイダ、えー。さらに、山が強い、マスナダね、えー。そして、デベニエスも登れます。で、お、逃げやカバーニャもいるということで、まあ、アルメイダーのね、今年の 戦い。まあ、どういう形になるか分かりませんけども、まあ、このような布陣でやってきているということになってます。アルメイダは今年は、えっ、ー、と、ジローでしたかねそうですね。この後ジローに向かうということになってます。はい。で、続いてのチーム見ていきましょう。UAE、チームエミュレーツです。はい。UAE はどういうメンバーか。ルイ・コスターに、そう、マクナルティもね、注目ですね。そして、ヒルシが UAE デビューと。 チームデビューということで、今シーズン初レースになりますので、非常にヒルシはね、注目かなという感じです。ヒルシのツイッターを見ると、変わってますね、ちゃんとね。はい、このようになっておりますので、ヒルシがどういう走りをするのか、非常に注目です。で、あとは、どうでしょうね。ドンブロウスキーがいたりね。はい、デラクルスがいたりということになっております。続いてのチームです。はい、注目。もうどのレースも、 濃いメンバーで来る。イネオス・グレネアディアス。今回どういうメンバーで来るかというと、おリッチーポート怪我大丈夫ですかね先日ちょっとね、落車、えー、しましたけどまあ大きな怪我はないということですかリッチーポート。そしてカラパスです。さらに、おアダム・イエーツが来ました。アダム・イエーツ今年 u a ツは総合2位でね、戦いを置いておりますけども、アダム・イエーツのね、ツイッター、ここ何にも貼ってないんですね。はい。まあこの UAE のまんまですが。はい。そして、ゲラント・トーマスも入ってきました。さらにローハン・デニス、カストロ・ビエホ、 ルークローということで、まあ、豪華な面々となっております。ゲラン・トマス、どうでしょうね。ちょっと調子は上がってきてると思いますが、個人的にはやはりね、アダム・イエツの、ね、この、カタル、あの、語るルーにのね、レース相性いいですから、注目です。ただ、全員エースというようなね、感じとなっております。さあ、続いてのチームです。チーム DSM。はい、DSM どうでしょうね。DSM は青、ジェイ・ヒンドリーが入ってます。ね、他にもクリス・ハミルトンとか、 スプリンターとしてはマックス・カンターもね、いますね。ベテランのニコラス・ロッシュということで、ね、こんな感じです。そして、注目チームもう一つ、ボーラ・ハンス・グローウェイとなります。サガンね、ミラノ3連も良かったですね。ミラノ3連も4位でしたから、ね、今回ね、徐々に調子上がってきてますけども、あの、ベルジアンクラシックを回避して、こちらボ、ボルター・カータルーニャで、まあ、乗り込み優先でね、 参加してきておりますので、この後の、やはりロンド・ファン・フランデレンとかパリ・ルーベに向けて、ちょっといつもと違った形での走り込み、これがどう出るか。まあでもミラサンさんでも4位ですからね。はい、注目です。そしてケルデルマンも復帰です。え、アクシデントがありましたけども、まあそれを乗り越えて、え、しっかりとね、戻ってきた。今年から、サンウェーブからね、このボーラーに移籍したというところで、どういう走りをするか注目です。そして昨年、ツード・フランスでステージ優勝を挙げているケムナ。ね、えー、結構いいメンバーで来ております。ボーラー、注目です。そしてアスタナプレミエルテックは、 地元、ね、どうでしょう、えー。ルイス・レオン・サンチェスがいたりね、えー、そういった演弁ンンとなっております。はいそして、えー、次。はい今シーズン絶好調。ミラノ・サンレモンもね取りました、えー。このトレック・セガフレードですけども、まあ、チッコーネがいたりねというところです。はいプラン・ビンダもね今年、これ調子いいですし、フランス人のエリソンドもいます。はいで続いて、グルーパーマー・エフデジです。はい どうでしょうかウルパンマイフデジはこのようなメンバーとなっております。えー、いわゆるエース級はそれほどいないかなというところですね。はい。そして EF。はい。えー、リコベルト・ウラン、そしてヒュー・カーシーというね2人が入ってきております。さらに TJ、ね・ヴァンガードレンもいます。はい。まあ、やはりね、ヒュー・カーシー、今シーズン非常に期待されておりますので、えー、でカーシーの今年の どうでしょうね。スケジュールを見ると、グランツールで行くとですね、シルディタリアがまずね、初戦となりますから、まあ、ここで調子を上げてという感じになると思います。今シーズンステージレースは初戦ということになりますので、ワンデレースを2つだけまだ走っている状態ですから、ちょっとね、注目したいなというふうには思います。はい。で、続いてのチームです。はい。チームバイクエクスチェンジということで、なんと、 アダム・イエツとサイモン・イエツが今回ですね、初めて、今シーズン初めて、同じレースを走るということですよね。はい、ね。このバラバラになった2人が同じレースに出てくるということになりますので、アダム・イエツはね、先ほどお話ししました、ね、UA ツアーをデビュー戦にして総合2位。そしてサイモン・イエツはティレイノ・アドリアと総合10位ということになっておりますから、まあ、この2人がね、どういう顔合わせ、 あの、我々、解説、実況解説陣からするとですね、非常にこう、分かりやすくなると、今まであの判別が大変でしたのでね、えー、上はわかります。そして、えー、チャベスがいて、で、どうでしょうね。まあ、そういったメンバーとなっております。はい。さあ、そして、続いて、バーレン・ビクトリアス。はい、このような布陣となっております。アウト・プールスがね、エースナンバー、そして、クライマーのペルシュタイナーですね。 さらにモフォリッチも非常に強いです。で、えー、このね、V トラゴーもコロンビアの選手ですので、まあ、注目かなというところです。はい。今回6名での出走なんですね。はい。で、続いて RJ2-0 ストレーンチームですが、個人的に注目しているのはシャンプーさん。マウンテンバイク上がりのね、選手ですけども、非常にいい走りをね、しておりますので、えー、シャンプーさんのツイッターを見ると、あこんな感じで。 特に何もないですが、これ最終ツイートが昨年のなんか世界選手権の代表に選ばれた後の写真ですかね,、はい、ね。このシャンプーさん非常に注目です。そしてボブ・ユンヘルスがいます。はい、さらにベテランの、ね、ギャロパーもいて。という感じです。シャンプーさん注目ですね。はい、そして、えー、ロッド・スダル。はい 昨年の第1ステージね逃げ切り昨年、一昨年ですね、昨年は中止でしたので、2019年の第1ステージで逃げ切り優勝を決めたデヘントさん。デヘントさんもね、えー、もうベテランになってきてますけども、今シーズンはここまでデヘントさんはパリニースに出て UA ツアーに出てんで、まあ、2つもうレース走ってますからね、ステージレース、調子がどうでしょうね、34歳ということで、もうベテランですけども、はい、そしてあとはね、若手とベテランのミックスと。 というところになっております。ベテランのね、マルチンスキーもいるという感じです。はい。で、あとはどうですかね、コフィディスを見ると、はい。コフィディスはこのような形になっております。はい。まあ、いつもね、ルーベン・フェルナンデスとかね、ニコライデ。えー、そんな感じですね。はい。ベルハネもいます。はい。で、えー、どうですかね。あとは、んざっと見ていくと、 えとコフィディスの次、クベカがロブパワーとかね、アンテル・マルシュはルイ・メインチェスとか、はいで、あと、そうだ、こちらを忘れてはいけませんね、あと2チームほどちょっとね、見ていきたいなというふうに思いますが、やはりね、今大会、注目と言ってもいいですね、えーと、ここだ、イスラエル、スタートアップネーション、なんとエースナンバー、クリス・フルームがつけております。 えー、フルームね、もう今シーズンあの1デースは走っておりますけども、u 一は総合147位か。47位ということでしたが、今回 S ナンバー。まあ、この S ナンバーが何を意味しているか深い意味はないと思いますけどもね。先日発表された、えー、プロ選手の年俸ランキングでなんと、すべての選手の中でクリスルームが一番お給料もらっているということで、日本円で 7, 7億円オーバーということで、これね、フルームもインタビュー受けて、 7億円なんですけども、一応、契約が引退するまでという契約な <laughs> っというふうにも報道されているので、これ、辞めるまで7億円もらい続けると意味なのかはさっぱり分かりませんけども、そのクリス・フールームが、えー、S ナンバーを使っています、そして、えー、体調不良だったダン・マーティンも戻ってきました、さらに期間支援で、ね、ちょっと離れていたマイケルーツも戻ってきております、さらにダリリンピがいたりね、いや非常に今年豪華な遺跡組が、まあ、ダン・マーティーはは、ね、昨年も所属していましたけども、 遺跡組、遺跡組、遺跡組ということで、非常に注目なイスラエル勢ということになっております。そしてもう1チーム注目としては、やはり、アルケアですね。えー、キンタさん、まあ、昨年というかねあの両端、両膝のね、手術をして、で少しこう、復調期間、時間かかっていたんですけども、まあ、徐々に戻ってきておりますし、先ほどご紹介したように、こちらをね、えー ボルタ・カタルーニャでは過去結構いい成績を残してきておりますので、うん、まあね、あの、また、このイタリアにも所属をしておりましたから、2016年のチャンピオン、そして2018年は総合2位ということになっておりますので、非常に注目です。でデラプラスがいたりね、はい。そんな形で盛り上がることを間違いなしの、はい、レースというふうになります。 さあ、ということで、えー、見てまいりました。ババッと見てまいりましたが、えー、この後、J スポーツの方でね、え、第一ステージ、えー、放映されますので、ぜひ、皆さんね、この、濃い3月の <laughs>、レースシリーズをお楽しみいただければな、という感じでございます。私、栗村は第二ステージの解説を担当しますので、明日ですね、またご覧いただければな、というふうに思います。はい。えー、いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。えー、シュークレームチャンネル、それではまた、 次回お会いしましょう。さよなら